本の美を象徴する神秘的な山の景色。古から伝わる山里の伝統と文化。ここに来て感じてほしい。知られざる日本の魅力はここにある。それが笹ゆり庵です。笹ゆり庵は150年から200年前の日本の伝統的かやぶき家屋を改築した一日一組限定の宿です。コンセプトは絶景を楽しむ大人の隠れ宿。眼下に広がる日本の原風景といえるパノラマを独り占めできるのが魅力です。笹ゆり庵がある奈良県はユーラシア大陸の西の果てからシルクロードを通じて文明文化が到達したロマンあふれる最終地点です。5世紀以降、日本の中心として繁栄し、日本古来の神道がユーラシア大陸から伝来した文化と融合して壮大な仏教文化が花開いた土地です。笹ゆり庵はそんな奈良県の山間部、室生・深野地区に位置します。この地域は古くから日本人の心に根ざしている自然崇拝、山岳信仰が息づく里。日本人は古来自然のあらゆるものに神が宿っていると考えていました。それは太陽や月などの天体、雨などの自然現象、神羅万象すべてのものです。ここに来ると都会の現代人も人間が本来持つ自然の体内リズムが戻ってきます。笹ゆり庵の近くには日本の歴史文化を感じることができるスポットがたくさんあります。赤飯十八滝は修験道、山伏行者などが修行した聖地で、かつて忍者も修行したといわれる滝です。渓谷沿いにトレッキングコースがあり、美しく壮大な滝を眺めながら森林浴ができます。1300年の歴史を持つ室生寺、こちらも古くから山岳信仰と修行の聖地として有名で、ドラゴン伝説のある山々に位置します。日本の国宝にも指定されている趣深い仏閣と仏像が数多く残っています。笹ゆり庵のオーナーも自然崇拝、山岳信仰から生まれた修験道行者の僧侶という一面を持っています。そうですね、日本の山はですね、1000メートルから3000メートルぐらいですから、丸っこくてですね、波打つような小さな綺麗な山がたくさんあるんです。この田舎でですね、私たち農民がですね、今日まで築いてきた文化であるとか風習であるとか習慣であるとか、そういったものが今日の日本を作っておりますので、そこでこそ本当の日本を知ることができるんじゃないでしょうか。笹ゆり庵では希望があれば日本の伝統文化に触れることができます。尺八やホラガイ演奏講習、華道や茶道、座禅など時間の許す限りご案内します。
しみの一つが食事。ササユリアンではケータリングサービスメニューから事前予約でお選びいただけます。日本の伝統的な囲炉裏に火を入れて鍋料理がいただけます。満天の星空の下、火を見ながら食べる食事は雰囲気も格別です。また近代的なキッチン設備も完備しているので、食材を持ち込んで気の合う仲間や家族と料理を楽しむこともできます。食事の後はヒノキのお風呂と信楽焼の絶景壺風呂。この地で採れた天然の薬草風呂に浸かって身も心も安らいでいただきます。時を超えて日本の歴史文化に触れることができる宿、都心の観光地にはない日本の本当の魅力、ぜひ笹ゆりやんで味わってください。